さてそろそろ僕もね5200台に突入しそうですね。お前を見てるぞ、怖え、めっちゃ怖え。あの顔逆さだったね、顔が。マリオニューワールド1の1。あー待って、持たないでそれじゃあ今日もマリオメーカー2みんなでバトルやっていきましょう。これ最初に言ったもん勝ちっぽいで。あ、待って、俺一人もしかして。よし、チャンス、めっちゃチャンス。ここら辺でね、なんか出てきそうだな。パックンとか大丈夫？とりあえずこの中間ポイント取っていって、ゆっくり行く暇はあんまりないね。ちょっと急ぎながら行きましょう。オッケー、結構近くまで来てるもんね。よし、ジャンプ。オッケー、これはまあいいか、無視していこう。あ、ゴールじゃん。お先に失礼します。5200台突破。パン工場、ジャムおじさん、ミニダンジョン4リンク、リンクのままゴールで。リンクのままゴールっていうコース結構多いよね。やっぱ人気なんでしょうね、リンクのままゴール。さっき5200台突破とか言ったけど下がっちゃいました。もうこのランク帯に来たらね、もう世界ランキング上位の人とバンバン当たるよね。僕もね、少し前に言った通り世界ランキング上位、もちろんね100位以内をとりあえず目指していきたいと思います。よし、滑っていく。これ真ん中行こっか。まあ、これアイテム取っていった方がよくない？来た、ビルマリ、これで当たるの早すぎ。それじゃあこれ渡っていきましょう。お、なんかカートいるけど、これ無視していいよね。ね、あのカートない方が早いよね、きっと。よし、ルイージは先に行ってるのか。この人は、なるほど、ここで連打ね。誰が倒したんだ、俺は。ルイージか。うお、よし、でそのまま右に入る。これゴールっぽいな、なんかやっぱりか。仲間外れるで、ブルヘさ。みんな緑の帽子だけど、ちょっと帽子間違えたのかな色は合ってんだけどね。レインボーキャッスル、なるほど、確かにこれはレインボーキャッスルっぽいね。楽しそうなステージだ。よし、渡っていく。これこっちでいいのかな。みんなやっぱ入ってったら気になるよね、そっち。オッケー、でキノコ、これ上じゃないのねえ。俺一人でこっち行くよこっち行くけどいい？みんな、え、なんか誰も来ないんだけど、すげえ不安めっちゃ不安これ。でこれ渡っていくけど、めっちゃ不安なんですけど。でジャンプ、あー待って、誰か来た。これはこっちか。よし、そして、あ、中間ポイントじゃん、やっぱこっちで合ってんだ。オッケー、でキノコ取っていく。よし、まだ誰も来てないよね。あ、来た来た来た、マリオは来ました。これ上絶対なんかいるでしょ、やっぱこういうのいるんですよ。よし、風、風を味方につけるんだ。オッケー風を味方につけるってなんかのドラマみたいだな。よし、でジャンプで、俺は捕まっておこうか。でこのまま連れてってもらおう。で風を味方につけるんだ、ウィンドル。オッケー、ジャンプができなかったくっそー、しょうがない、待っておきましょう。よし、ここ難しいんですよ。ジャンプ、ジャンプして、くそ。よし、オッケー、待って、俺も行きたい。やっちゃ、くっ、またジャムおじさんいるよ。ジャムおじさん、パン工場、ジャムおじさん、キノピコ、ジャムおじさんには負けませんよ。おーっと、どうしよう、これ取れないね、取られたね、危な。ジャムおじさん、みんなあそこで引っかかってる、いいところにいるもんね。さてこれはキノコ取っておこうか。よし、オッケー、みんな引っかかってるな。ちょっと待って、危ない、マジでキノピ危ない、また引っかかってんじゃんまた引っかかってんじゃん、まあ、その気持ちはめっちゃわかるけど、危ねえっていうか、あ、全然危なくない、もう当たってる手遅れだったけど。よし、これなんかアイテムっぽいね、いい、めっちゃいい、ファイヤーベイが取れました。ジャンプ、よし、あったったった、土管かなんかあるのかな、あるっぽいね、なんか、あ、やっぱあるんだ。あ、パン工場ギブした、
アンパンマンに顔届けられなかったのか。ここ難しいですよ。非常に難しい。ゆっくり行きましょう。オッケー。ジャンプ。待って、ここほんと急いだらダメだね。あー、なんで鍵来たのこっちに。え、めっちゃチャンスじゃないこれ。あ、しかもファイヤーで落ちてる。やったね。なんか棚からポタムチみたいな。ラッキー。めっちゃラッキーこれ。ゴールできるじゃん。あ、ラッキー。なんこれ。謎の価値なんですけど。どうもありがとうございます。アンズジャムって名前のセンスありすぎ。めっちゃ可愛いよね。ピーキングだよこっちは。よし、それじゃ渡っていきますか。あー、入っちゃった。あの隙間に入っちゃった。よし、オッケー。どうしよう、こっちでいいかな。おーい、危ない。さっきマリオやられた声が聞こえたからやられたんでしょうね。やった、よっしー、よっしーだけ、よっしゃ。それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。1-3、そよ風なびく春の草原。ラストっぽいね。めっちゃラストっぽい。いい題名だ。さて、そよ風なびくかな。そよ風っていうか、めっちゃもう風、もう雲見て、雲。めっちゃ風。よし、オッケー。で、このまんま、渡っていく。最後は勝ちたいところですけど、いけるかな。あぶね、ここはパックンがいるから、あんまりジャンプしないでおこう。よし。やった、キノピコだけか。あとはライバルはキノピコだけですね。ゆっくり行きましょう。これやった、ここキノコいるね。絶対アイテムいる。あの敵ラッシュのとこマジでむずい。多分アイテムないときっと当たれないでしょうから、アイテム取っていこう。多分考えることみんな同じだろうから、多分みんな取っていってると思うんですよね。でキノピオは一番最初に言ってるけど、お、いや取っておこう、これ取っておこう。なんか上。それじゃあこれが本当に最後にしようかな。開けねえぜ。よし、2人脱落。でこのまま渡っていくけど、クリボー最強。さて、最近エンディングでですね、話すことはあんまりなかったんですけどね、今日はちょっと話したいなって思うことがあって、それは何かっていうと、今日もねパン1です。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。